2001年から2005年のカプチョルワ県と県境。カプチョルワ県は、ウガンダ島ベルゴン三北六の県。カンパラの東北、約274キロメートルにある。英領ウガンダ時代に、ブギス県のセベイ軍として設置され、1962年10月のウガンダ独立前の1962年2月1日に、セベイ県となった。1979年に、 県庁所在地名に合わせて、カプチオルは県に改名された。住民は、カレン人と近いナイル系のセベイ族が多く、バントゥー系のギス族や、少数のポコットや、何ィも住む。セベイ族は、元は、牛巻民であったが、植民地時代にコーヒー栽培を始め、近年では、トウモロコシ生産者となっているが、農耕用の牛は、現在も保有している。 2005年7月に南東部のコンガシス群が武空県として分割された。2002年の国勢調査人口のうち2005年以降のカプチョル和県分は143,684人。分割前の面積は1,738経平方メートル。分割後は約1,140経平方メートルで、山頂付近はエルゴン山国立公園に指定されている。 東の空援軍と西の天芸軍の二軍に、カプチョルワを含め14の副軍が置かれている。北西の県境には、諸とト,トムバレを結ぶ、幹線道が走る。北部の玄華高原は、人口密度の低い副軍となっている。知事に相当する、第五地域議会議長のネルソン・チェリモは2008年10月に、道県での女性季節上を禁止する方針を定めた。西に、 ブギスのシロン湖県、北東はカラモジャ地方の中ピリピリ県、南はエルゴン山山頂で、ケニアのリフトバレー州、西部州と接する。ありがとうございます。